どうも、おはようございます。即価値区の久保です。今日も相場解説やっていきますね。3月24日、朝4時26分で相場解説になります。まずね、今ご覧いただいている冷やしなんですけども、これから、この値動きがね、どちらの方に向かうかってことなんですけども、迷いなく、倍の方で言ってください。もうトレンドがね、発生してもう長いですよ。トレンドが発生したのは、ここからです。ここからトレンドが発生して、一方的に右肩上がりになっています。 だからここからブレイクアウトでバイでエントリーしてくださいと言って以来ですねバイでエントリーバイでエントリーバイ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 ,バイ,バ,イバイというふうに申し上げてきました、まあ、この私の、まあ、働きかけにね同調していただいた方は巨大な利益を積み上げているところだと思いますであの相場っていうのはトレンドかレンジしかないわけですよで今トレンドが発生してるときは乗りまくってください で、レンジっていうのはどういうところかっていうと、上とか下がギザギザになってるところです。例えばこういうところですね。上に行ったり下になったりしてるでしょで、レンジっていうのは、その幅にもよるんですけども、幅が大きい時は、レンジの下に行ったら倍。上の方に来たらセル。で、両方取れていくんですよ。で、幅が少ない時っていうのは、エントリーしない方がいいです。ブレイクアウトだけを狙います。ということですね。よろしいでしょうかね。じゃあ4時間の方も見ていきますよ。 4時間を見ると、こういう風になってますね。トレンドは発生しても久しいんですけども、でも、先っぽの方を見てください。今までと違って、ちょっとね、ギザギザが見えてるでしょ。まあ、要するにずっとトレンドを待っていてブレイクアウトした人ってのは、120円までは、ずっと玉を持っていって、120円で決済しようと思ってたわけなんですよ。ですんで、119円とかね、121円。この間で、120円を中心として、 決済が度々行われていくんですね。まあもちろんずーっと買いでポジションを持ってる人はそれを決済していきますんで今度売り圧力が強くなって一瞬下に下がるとそうするとおっとまた120までいけるからっていうのでえ倍が入ってですね揺り戻しが起きて今度上の方向に向かっていくってことを繰り返すんで今この四角い枠の中ができてるわけなんですよねここですよここができてるわけなんですよ そうすると、今は、小休止っていうかね、またレンジに入っていく可能性があるんですよ。でも、ポジションを持つんだったら、どうしても持ちたいんだったら、倍で持ってくださいね。セルっていう選択肢はありません。まあ、仮に、倍でポジションを持っていて、セルの方に、動き出しちゃったら、ロスカットを食らってください。それは、経費なんですよ。でも、ここまで申し上げといて、あれですけども、方向性はね、やっぱり倍なんですよ、相変わらず。だから、この倍で大きな利益を取るために、 わずかなセルのリスクを取ることは、これはやっていかないと。だからロスカットラインがあるわけですから。堂々とロスカットラインを引いて、倍でエントリーしてください。じゃあ、1時間の方いきますよ。<laughs> 1時間見てみると、確かに上昇して下降して上昇みたいな感じで、迷いが生じてるかなっていうところあります。ただ基本的には倍でいいんですけどもね。で、ちょっとね、数時間前のグラフを見てみますよ。 はい、これが3月23日の18時なんですけども今黄色いところでゾーンを作ってますこれが何かっていうとねここのヒゲの意味なんですよこの陰線のヒゲなんですけども今黒い四角で囲ったところはここでもう複数の決済が起きて上昇に急速に向かったんでヒゲになりましたってことですで同じ理屈でここはですね急速に利益決済が進んだんでヒゲを出して下の方に向かったってことなんですよ で、配達入りした人が、明日に向かうのかなと思って、セルの方向に、こう、玉を入れたんで、こうなる。プラス、ここでは、往復ビンタで、セルの方向も取っていこうとする人が、売りの玉を立てて、で、その結果ですね、上手な人だけがここで売り抜けてるんですよ。で、下手な人は、この分、ロスカットを食らってますね。そんなカンナで、影響があって、上の方に向かったんですけども、これと同じことがもう一回起きます。で、どういうことかっていうとね、この、 売りと買いの圧力が解放されて上の方に抜けたわけですよ。そうするとまたね、同じ理屈で下に下がってきてるわけなんですよ。じゃあ同じように、ここからですね、また上に向かう僕圧力が起きてくるわけなんですけども、ここから重要なのが上級者の方はもうすでに倍の方で入ってますね。この比を見てるからです。もう説明は割愛します。でそうするとここで倍で入っていいわけですよ。で、中級者の方はね、 中級者の方は、これから、この上昇の流れが起きていることを確認して、エントリーを起こしますね。で、初級者の方は、この頭を抜けたところ、ここの頭を抜けたら、その抜けたのを確認して、ここら辺から、もしくはこの辺から、倍に入ってください。っていうことですね。はい。そして、今、 あれから数時間経ってどうなったでしょうかってことですよね。このようになってます。つまりは上級者の方はもう玉を持ってます。中級者の方も続々とエントリーを入れ始めています。初級者の方はここを超えるまで待っています。まあそういう形でチャートができているというふうにここまでを分析しますね。順調にいくならばこのまんまここを抜けて ブレイクアウトが始まって初級者の方もエントリーできるってことですですもそうならずに例えばここ跳ね返って下に行くみたいなこともあるんですよねそういう場合は中級者の方は少ししか利益が取れないし上級者の方はまあそこそこの利益が取れるってことになります、まあ、解説は以上です、ね、ですんで倍に入るのは倍で入るといいと思いますけどももう上級者の方はすでに入ってますし中級者の方はある意味入ってる人がいるもうちょっと待つ人もいるって感じです 初級者の方は、これからじっくりと、この、ポイントを超えるのを待っておいてください。ということでございます。